彼があなたにこんな行動や態度を示したとき、それはあなたに好意があるからなのかもしれません。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。若い男女であればはっきりとね、分かるような愛情表現っていうのをされると思うんですよね。まあ、いわゆる脈あり脈なしみたいなものというのは、言葉であるとか態度というところで、まあ、割とねはっきり相手に伝えようと思って、そういう態度をするから、まあ、目に見えて分かることが多い、まあ、だからこそ、ね、世の中にはこう脈あり脈なしサインみたいな話が、あちらこちらにあってね、まあ、こんなこと言ってたら脈ありだとか、まあ、こんなことされたら脈なしだみたいな話、 YouTube 上にもね、まあ、いろんな方がいろんなお話をされていると思います。だからあれはあれでいいんだけど、ただ現実的にはね、まあ、特に年齢を重ねたおじさんになると、まあ、ちょっと普通の若い子とは違うよねという、ね、特徴がいくつかある、まあ、なのでね、こういうことをしているときは大体それはあなたへの愛情表現ですよ、アラフォーのおじさんはこんな愛情表現しますよなんていうね、お話を以前にしたことがあります。ここに画像が出ていてリンクがこちらに出ています。で今日は、まあ、もうちょっとこう手前のところでね、あなたのこと気になっているおじさんは、どんな態度を取るのかというポイント 1,2,3,4 個ご紹介をしていこうと思います。もちろんね、まあ、あなたと彼の関係性とか、まあ、お相手の年齢、あなたの年齢等々によってもね、アプローチの仕方等々変わってくるので、まあ、一概にこの通りということではないんだけど、まあ、おおよそねこの4つに当てはまるんじゃないかと。で、まあ、この4つ以外のことについては、いつも通りね、また僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながら、個別具体的な問題解決の方法について、アドバイスさせていただいたりとか、また一緒にね問題解決のお手伝いさせていただくことができるので、リンク先こちらに出てるので、ね、まあ、こちらの方からお越しくださいませ。ということで、まあ、今日4つね、こんなことされてたら彼はあなたのこと好きだよね、多分というね、まあ、多分というか、まあ、かなりの高確率であなたのこと好きですよという、まあ、おっさんの行動ということでいきたいと思います。そのうちの1番目はこちらですね、はい、不必要に素っ気ないケースですね。不必要に素っ気ない、まあ、小中学生とかね、まあ、中学生まではないか、まあ、小学生ぐらいだとね、好きな女の子の前で、ちょっとねこう感じ悪かったりする男の子とかいたりするじゃないですか。まあ、大体あんな感じですよ。ね、いや小学生じゃないよね、おじさんだよね、ね、そう思うでしょ。だからおじさんだからなんですね。まあ、おじさん言うとね怒られちゃうかもしれませんけど、まあアラフォー、世代以上、まあ、40代50代60代30代後半から50代60代ぐらいまでの年齢層になってくると、まあなかなかねやっぱりこうプライドも高いし、まあ、特にこうね恋愛からちょっとこう遠ざかってる人なんかだと、やっぱり距離の取り方が分からなかったりとか、またちょっとコミュニケーションがねあんまりこうまあ不慣れであったりすることもあったりするので、どうしていいか分かんないんですよね。そしてまたあとは社会的な立場があったりすれば、あんまりねこう女性と近いところにいることによって、まあ、お互いにとってリスクになったりする場合もあるので、まあ、ちょっと距離取ろうとか、まあ、いろんな考えがある。またその場その時その状況がある。その上で、まあ、ちょっとね、不必要に感じ悪いと。なんかあれ他の女性とはなんか普通に話してるのに、なんか私の時だけ、ね、ちょっと声かけただけで、はあはあみたいなね、まあ、ちょっと、なんでこんな感じ悪いんかなとかね、まあ、帰りもねお疲れ様なんて言ってもね、他の子にはなんかおお疲れ様なんて元気よく明るく返してくれてるのに、はあお疲れみたいな、ちょっと感じ悪い、何これみたいな、ことあったりするじゃないですか。やっぱりね気になってるからなんですよね。まあこれはあくまでもやっぱり他と比較してっていう、まあ誰に対してもそういう人だったら、まあそういう人なんかなっていう話なんだけども、明らかにあなたに対してこう明らかにそっけないよねと、まあ、明らかにこう距離をね取ろうとしているよね、何なのこの人一体ってね、思う時というのは、まあ大体ね、まあ、あなたに気があるというか、まあ、興味がある、まあ、興味があるからこそやっぱりそうせざるを得ないというか、まあいろいろね熟慮した結果、まあ、そういうことをそういう態度で行こうという選択になってしまってるわけですよね。だからそれは
ね、ある意味こうあなたに対するこう、まあ、彼なりの誠実さの表れでもあったりすると思うんですよね。まあ、好きだからとかね、好意があるからちょっとどうしていいか分かんなくて、まあ戸惑ってしまうというか、そっけない対応になってしまうということなので、だからちょっとね、あなたが彼のこと気になるんだけど、彼がやたらそっけないよねっていうふうに感じるときは、ちょっとね、まあ興味持ってくれてるんだろうなというふうに思っていただいていいと思います。ただね、一度こうあなたがグイグイ行ってね、完全に断られて、一回断られてるにもかかわらずまたグイグイ行ってそっけないっていうのは、それは単純に嫌われてるだけだから、そこはね、前後の関係等々考えなきゃいけないんだけど、まあ、基本的にはね、特にそういうまだこれから深い関わりになってるわけでもないし、あなたの方からアプローチをしたわけでもないのに、なぜかねこうそっけない態度を取られる、何なんだこの人っていう時は、いやそれはあんたのことが好きだからだっていうふうに、まあ、考えていただいてもいいんじゃないでしょうか。さあ、そして2番目ですね。はい、ぶつくさ言いながらもね、まあ、結局助けてくれたりとか、まあ、結局いろいろね教えてくれたりとか、まあ、結局あなたの力になってくれる、最初から何にもね言わずに手伝ってくれればいいじゃんよとかね、思うんだけど、なんだよこんなもんさ俺に言うなよとかね、いやそんなん嫌だ、ね、それできませんとかね言いながら、最後の最後はちゃんとね、助けてくれる、これお願いしますとか言って、なにこれこんなん俺全然嫌だやりませんみたいなね、ちょっと感じ悪い、まあ一番のそっけないっていうところにもあったりするんだけども、まあ、ちょっとねあなたから見ると不本意な返事が返ってくる、何なのこの人って思いながらも、でも最後の最後ちゃんとねやるべきところはきっちりやって助けてくれる。だから最初の段階でね、やっぱりこう彼としてはその愛情表現の仕方というかね、こうアプローチの仕方としてやっぱりこうちょっとこうあなたと絡みたいんでね、こうすんなり受けてしまうと、まあ、そのまんまねエース終わるので話が終わってしまうので、まあ、ちょっとこう反論してみるというか、ちょっと反発してみるというかね、まあ、ちょっとできないみたいな対応をすることで、まあ、ちょっとあなたを困らせてね、そんな姿を見てやろうとかね、まあそういうあなたが困ったところで、まあ、2,3 のやり取りがあって、その 2,3 のやり取りを通じて、自分のことをアピールをしようかなっていう、まあちょっとね、まあ曲がったコミュニケーションといえば曲がったコミュニケーションなんだけども、まあね、好きな女の子に対してね、男の人はおっさんになってもね、大体そんな感じだったりするから、まあその辺をまあ組んであげていただくといいんじゃないですか。でもちゃんと最後の最後は助けてくれてるわけだから、途中はね、まああれこれあれこれあっても最後の最後はなんだ結局やってくれるんじゃんよみたいなね、だから最初からやる気だったりするし、最初からあなたのこと好きだから、最初からあなたのことを助けるつもりだし教えるつもりだったんだけど、まあすぐ教えちゃうとね、なんかもったいないなとかね、ちょっとあなたとやり取りしたいなっていうところが端折られると嫌だな、だからわざと、無理とかねノーとかね、一言二言文句言って、でも最後の最後は助けるっていうね、最後の最後はしっかりと、あなたの力になってくれるというのは、まあ、あなたのことが好きだからというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして3番目です。聞けばね説明をしてくれるおじさん、おじさんっていうか、まあアラフォー男性というかね、おっさんというか、まあ自分からはねやっぱりみんなあんまり言わないですよ。まあよっぽどねこう自己顕示欲が強くてね、自分大好きな人、僕のこと見て見てみたいな、まあそういう人はね、まあほっといても自分のことね、やんやんやんやと喋るんだけど、でもさ、そういうタイプじゃないでしょ彼はね。だから、聞けば、ね、でもちゃんと答えてくれる。どこ住んでんのって言えば、カクカクチカチカこういうとこだよ、ご家族構成とかどういうとこなの、カクカクチカチカこういうとこだよ、私のことどう思ってるの、いやいやカクカクチカチカこういうふうに思ってますよ、将来のこととか結婚のこととか考えてる、そうね、まあカクカクチカチカこういうふうに考えてるんだけど君はどうみたいなね、聞けば返してくる。でもね、自分からは言わないですね。自分から言わないのはなぜかというと、まあ男の人はね、これも、この動画の中ではずっと、こんな動画の中でもね、ちょっとご紹介を差し上げてますけど、やっぱりこう自分の考えを言葉にしてね、人に伝えるときっていうのは、やっぱりこうある程度こう論理的にね考えて、ここに画像が出ていて、リンクが出ています。自分の中でね、しっかりとした答えが出ていないと、まあ、なかなか言葉にしないですよ。まあしっかりとね、こう、まあ理屈立てて考えて、ちゃんとあなたに説明できるようなところでね、きっちり固まったところで言葉にする。まあどちらかというとね、まあ個人差ありますよ。個人差あるけど、女性の場合は割とこう思ったことを、まあどちらかったまんま状態でもね、言葉にバーッとこう広げるじゃないですか。で、男の人は整理してまとまって、それから初めて言葉にしたりとか、するし、あとはある程度こうあなたとの関わりの中でね、あなたの様子を伺いながら、あなたの方も考えちゃんと醸成されてるかな、お互い、考えがまとまってきてるかな、あ、じゃあこのタイミングで話をすればいいのかなっていうことを、まあ割とこう考えていたりもするし、あとはまあそれを発言すること自体に、ね、あんまり意味があるのかどうかっ
俺はどこ住んでるのかとか、この子を聞きたいのとかね、俺が何の仕事してるかとか言ってもつまんねえだろうなっていうふうにこう勝手に考えてしまう傾向があったりするから、聞かれれば答えですよ。聞かれれば。でも自分から言わない。だからあなたから見た時に、あの人自分の話を全然してくれないし、この先ね何を考えてるのかとか、私のことについてどういうふうに思ってるのかとか全然言ってくれないと。いやだからそれ聞いてみ、言うから普通に。ね、あ、いやいや、カクカクしかない、こういうふうに考えてるよっていうふうに言うので、だから聞けば答えてくれるんだったら、イコールそれはあなたのことをね、ちゃんと考えてるし、あなたのこと好きだからよ。全くね、いや何言ってんの、お前になんで教えなきゃいけないのバーカみたいなね、そんなん、いや君には話したくありません、シャッターガラガラみたいな、まあ、そういうね明らかにあなたに対する拒否であれば、なんだね、答えることはないんでしょうけど、まあ、何かしらの形でね、あなたが聞いたことに対して答えてくれるということは、まあ、あなたに対する興味、関心、好意、そして愛情、あるというふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして最後4番目ですね。はい、こちらね、なぜか近くにいる、もうね、なぜか近くに、はい、お二人でペアを組んでください、誰かいないか、お彼がおったみたいなね、まあそういうことってよくあるじゃないですか。まあ、ちょっとペアを組んでくださいっていう設定があるかどうか分かりませんけど、まあ何かしらね、まあちょっと考えて誰か助けてくれる人いないかななんて、ちょっと周り見て、ああなんかこの人おったとかね、なんかまあ居酒屋で席座って、隣に見たら、あれなんかこの人おるみたいな、なんで、いつも私の隣にいるのかな、いやそれあんたの隣がいいからだし、あんたの近くにいたいからそこにいるだけの話だからね、おじさん自分でね言葉は喋らないんだけど、まあ、何かしらあなたとのきっかけをね掴もうと思って、まあ意識してるかは無意識かは知りませんけどね、やっぱりあなたの近くにねいるんです。必ずね、あなたが見た時にちょっとそっけなかったりとか、ね、まあいろいろ文句を言ったりとかね、自分の話をしてくれなかったりするかもしれないけど、でもね近くになぜかいるんですよね。それは好きだからそういう風にするんです。ね、まあちょっとこういつも居酒屋行っても、まあ、レストラン行ってもね、会社行っても、何か周りをふと見渡してみたら見るとなぜか彼がそこにいる。それはご縁があるとかないとかじゃなくて、彼が望んでそうしてるだけの話なんで、まあ彼がね、それはあなたに対する好意があるからそこにいる。そんな風にね、考えていただいていいと思います。もちろんね、まあ、ご縁があるない、まあ、彼の意思とは無関係なところでね、まあ、何か宇宙大自然の法則にね、基づいて彼とあなたが結ばれてるっていう可能性も、まあ、なきにしもあらずなんで、そういう話はね、ちょっとまあこちらの方でね、してるから、まあ、この話を見ていただければいいんだけど、リンク先はここに出ています。まあそういうことなしにね、単純にこう彼があなたの近くにいようとしていている場合というのは、それは好きな女の近くにさ、男は行くよ。逆に言うと好きじゃない女の近くには行かないからね、意図的に距離を遠ざける、意図的にあなたと話さないようにね、こうシャッターバンって閉めるんでね、で、近くにいるけどそっけないとかね、自分から話してくれないって言っても近くにいてくれる、彼がそれを望んで選択してそこにいるということはあなたに対する好意だというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、ということで、今日はザザッとね、また4つご紹介をさせていただきました。まあ、いつも申し上げてるんですけどね、まあ、アラフォー独身以上の男性になってくると、やっぱりこう恋愛における、まあ、コミュニケーションっていうのはね、やっぱりあんまりお得意じゃないというか、あなたをこう喜ばせてくれるようなね、愛情表現っていうのは、まあ、あんまりこう、なんていうのかな、お上手じゃない方が多かったりするので、逆にねそういうことがうまいというか、はっきりとあなたにね分かるようにこう愛情表現をし、そしてあなたをドキドキさせてくれてね、いやなんと可愛いねとか、俺はお前が一番大好きだとかね、お前しかいないよみたいなことをつら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 言うような男の人は大体遊び人か既婚者ですからね。だからそこを相手にしてはダメだし、はっきりと愛してくれるって言ってくれるとか、何でも自分の話をしてくれて私に 100% 気を使ってくれる、そんな男はいないからね、そういうやつは大体クズだから、あなた以外の女にも絶対やってるからね。そうじゃなくて、まあ、こういうねちょっとこう無骨で不器用だなと思うような態度でも、あなたの近くに入れてくれて、こういう態度をね示してくれる、であなたもね好意がある、まあ、いいなと思うんだったら、まあ、こういう人との関係っていうのはね、まあ、ポジティブな方向で考えてみていただくといいのではないでしょうか。現場からは以上です。